例年よりもおよそ1ヶ月遅れでの開催となった今大会。晴天に恵まれた中、スタートを迎えました。男子はパリオリンピックをかける選考レース MGC 出場メンバーが大勢参戦。しかし序盤から外国人選手がレースを牽引します。それに食らいついたのは MGC 出場権を持つ古賀清、日本人選手で唯一トップグループについていきます。しかし15キロ手前でついに引き離されてしまうと、レースを制したのはラストで抜け出したジョセフ・カランジャ。古賀は日本人トップの4位でフィニッシュとなりました。また女子は東京オリンピックで8位入賞し、大会初参戦の一山麻緒が序盤からトップを快走、大きく後続を引き離し初優勝を果たしました。麻緒ちゃん頑張れってすごい聞こえて、そういう掛け声がたくさんあったおかげで背中を押される気持ちになりながら走ることができました。ありがとうございます。